では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストをお迎えしています。三ワード貿易営業担当執行役員の山口智博さんです。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久々にまたおいでいただきまして、はい、ありがとうございます。今日はなんかプラチナのお話をいただけると。あ、そうですね。プラチナって言いますと、あの南アの、あの鉱山ストライキ、はい、大手複数の鉱山の労働者がストライキに入ってずいぶん長い間やってて、会社の在庫がもうなくなるぐらいまで長期間、ストをやってて供給不安で上がってたんですよね。5ヶ月ですか。過去最大規模のストライキですね。ね、それで、まあ、その妥結した後もいくつかまださらになんかこう、ね、あの野良猫ストがあったりして、あ、まあ、まだ混乱しておりまして、ね、まあ、実際にはまだ、生産も再開してますけど、フル生産はまだ程遠いらしいですね。あの正常な状態に戻るまで結構時間かかるらしいですよね。そうです ね、年明けぐらいまでかかっちゃうんじゃないかという話ですけど、はい、あ、まあ、そんな状態にあるので、まあ、あの試験もすごいいいんですけども、はい、今日のお話はその生産の方じゃなくて、需要のサイドからのお話をいただけるようですね。はい、そうです、ね、まあ、本来はこの生産が、うん、生産障害で相場が上がるというのは一時的なこと で、 あ、本来そうですよね。そうですよね。まあ、本当はこの需要の拡大ですか、はい、こちらが一番数年にわたって、うん、上げ材料になってきますので、まあ、こちらを、まあ、今日は注目して、うんうんうん、ピックアップしたいなと思います。あ、そうですか。で、まあ、まずあの何に使っているかというとですね、はい、まあジュエリーとかのイメージが強いと思いますけど、うん、実は 43%、はい、まあ、どんどん増えてますが、これ自動車の触媒、あの排ガスの毒性をですね、あのきれいにする作用があるということで、あのこちらが一番最大の需要部門になってます、うん、これ見ますと 43%、 そうですね、あの、まあ、徐々に増えている傾向ですね。これは増えてきてるんですね。はい、そうです。まあ、最もあの世界の自動車生産自体が、はい、あの年々拡大しておりますので、うん、まあ、つい先日もアメリカの自動車生産が7年ぶりの水準まで戻ったと、うんうん、はい、この週末の間には中国の自動車生産が、はい、回復してるようですね、前年比で 7-8%、はい、アップしているというですね、まあ、世界的にあのどんどん拡大しておりますので、うん、まあ、このマフラーに、まあ、必ずマフラーはついてますから、あの、まあ、触媒需要というのは相当伸びるんじゃないかと。排ガス、触媒ということですね。はい、そうです。で、ここにあります、またこの化学業界も触媒使うんでしょうね、きっとね。そうですね、あの工場なんかでも使いますよね。ということですよね。はい、で、まあ、特に注目はですね、あの中国でございまして。あ、中国、はい、はい、こちらがですね、あのこの触媒の限った部分で、あのどこの国がどのぐらい使ってるか、うん、まあ、ヨーロッパ、日本、北米、中国とピックアップしてますけど、うん、まあ、一番多いのはヨーロッパですね。やっぱりそうですね、はい、一番、まあ、その環境に対してあの厳しい措置を取っている、そうです、まあ、そういう地域でもありますからね、はい、特にあの2000年ぐらいからですね、あの酸性雨の問題とかあったりして、そうです、かなり厳しくなりました ね、はい、で、まあ、日本、アメリカと使ってますけども、うんうん、この一番下の中国、赤いラインですね、はい、これはまあ2000年ちょっと前からの資料しかないですけども、あの全然使っておりません。そうですね、はい、これはあの生産台数の問題じゃなくて、はい、そもそも中国の自動車にその排ガス触媒をつけるという意識があまりない。あ、そう思います ね、 あのですよね。生産の台数では昨年度2000万台超えてますの で、 ですから、ね、まあ、世界一番の生産国になってますけども、はい、まあ、ほぼ、まあ、出しっぱなしということでしょうね。ですからあの PM なんとやらとか、そうです、そうです、ああいう問題になってくるわけですよね。そうです、環境もね、はい、で、まあ、そこでですね、あのちょっと注目材料がございまして、あの中国政府として、はい、あの特にディーゼル車、あのあプラチナというのはディーゼル車に多く使われますので、はい、でこの排ガス基準を、2015年の1月から、来年1月から強化されました。うん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 、でやはりあの今おっしゃられましたように、あの
環境問題、大気汚染の問題、はい、まあ、国際的にも国内的にも相当今厳しく、突き上げられておりますので、はい、まあ、いよいよ思って動き始めましたということで、ヨーロッパ並みに厳しくするということですね。でそうなりますと相当数 の、はい、プラチナ需要が見込まれるんじゃないかと。それとまあ、あそこの国はまあ極端ですので、この車両、排ガス排出量の多い車両、はい、基準に合わない車両600万台をもう走行停止するっていうんですね。やっぱりそういうことなんですね。今あるとんでもない排ガス出してる、そうです、自動車はもう走らせない。そうです、そうです。まあ、極端な政策ですけども、ですからそういう部分でこの600万台もおそらく買い替えの需要があるのではないかと思います。で、まあ、それと同時に中国は、まあ、自動車世界一今作ってますけども、1人当たり の、 保有台数っていうのがまだ 10% も満たないんですね。100人いれば、まあ、6台7台ぐらいしか自動車が普及してないと、はい、日本ヨーロッパなんかは 60%70%、うんうんうん、1人当たり、はい、100台当たり自動車を持っていると。あ、そうなんですか。アメリカは 100% 近くですね。あ、やっぱりそうですよね、アメリカね。ですからまだまだ自動車の普及台数自体が伸びるじゃないかというですね、はい、うんうんうん、ですからこの中国が本格的に、うん、まあ、プラチナの買い付けに入ってきた場合、うん、まあ、需要の面から相当強い材料がになり得るんじゃないかと考えています。あ、そうですか。先ほど のグラフで見ますと、はい、極端な話ヨーロッパと同じぐらいの比率まで高まっていいんですよね。そうです、そうです、ね、はい、この今一番下のところを走ってますけども、はい、もっとこのぐらいまで、まあ、ヨーロッパ並みの環境基準にするんだったら。そうですね、ですよね。台数的にはもっと上ですから量が多くなっちゃいますね。多くなりますね。あ、中国の動きというのはすごい重要ですね、これね。そうですね、この今年の後半、来年にかけましては、まあ、非常に、まあ、押し上げる要因にはなるんじゃないかと思っております。そこでその相場なんですけれどもね、はい、相場は どうでしょうかね、これ。まあ、チャート的にも非常に面白いチャートなんですけど、まあ、こちら例えば例としてですね、まあ、三角持ち合いっていう、はい、まあ、チャート、まあ、トレンドラインを引いてですね、例えばこれ例として米を持ちましたけど、これはお米ですね。はい、そうです。下値が、なかなか破れなくて、はい、上値がどん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 下がってきてると。上値切り下げ型の三角持ち合い。そうです、そうです、ね、これ弱い形ですよ ね、 弱いですね。でこれ下の方に下に抜けますと、はい、まあ、とんでもなく下がってしまいましたね、はい、でこれが弱い形ですね、うん、強い形としては、例えば例としてはパラジウム、パラジウム、はい、同じ自動車の触媒なんかに使いますけど、はい、これは上値が抑えられて下値がどん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 切り上がってきまして、うん、上に抜けました、はい、で、まあ、上がり続けてますね。そうですね、はい、この三角持ち合い、これは逆に下値切り上げ型の三角持ち合いで、はい、そうです、上値が、まあ、確かに抵抗感あったんですけども、はい、その抵抗を抜けてくると完全に上昇相場に。そうですね、ということですね。で、まあ、この今日お話しましたプラチナですね、はい、これなんですよね。プラチナはこれからですね。そうですね、去年の春ぐらいから5000円が抵抗ラインとして頭を押さえられてまして、はい、まあ、かといって下値が徐々に徐々に切り上がっておりますね、うんうん、ですから5000円を突破した場合はこの先ほどのパラジウムみたいな、うんうんうん、そういう形になることも考えられますね。あ、三角持ち合い形成中。そうですね、もう煮詰まってきてますよね、これね。もういいとこじゃないでしょうか。そう、そうですね、はい、東証にもですね ETF が上場してまして、はい、純パラジウムと、それからですよね、プラチナと、プラチナ、ね、はい、両方ありますけれども、なんかチャートを見てますと、はい、パラジウムの方の動きの方が最近のところはそうです、ね、しっかりした動きになってますよね。プラチナ以上供給不足が高まってますので、やっぱりそうなんですか、はい、マーケットがやっぱり小さい。そうですね、プラチナよりは小さいですね。小さいですね、はい、むしろそれでこれからは
プラチナという、はい、そういう流れなんですか。面白くなるんじゃないでしょうか。ですかね、はいはい、どうでしょうかね、まあ、タイミングについて本当にチャート見てますと、もうどこで上に離れてもおかしくないような感じなんですけど、そうですね、きっかけ待ちじゃないですかね。まあ、この南アフリカ南アの方は一旦解決はしましたけど、はい、今度はその分コストが大幅に上昇しましたので、うんうん、賃上げによりまして、ですから鉱山会社の経営が相当厳しくなってますから、まあ、鉱山会社のリストラ、今鉱山売却も言われてますので、うん、まあ、今度それに対して労働組合がまた反発してストをやるということも今年後半はあり得るんじゃないかなと思いますね。あ、そうですか、はい、まだまだ火種を抱えているという状態なんでしょうかね。そうですね。まあ、そこら辺のニュースがきっかけとなって上に離れる可能性もあると。はい、その可能性ありますね。どうですか、まあ、プラチナのマーケット、なかなか相場的には面白そうだね。はい、そう思います。あとは、当社いろんなセミナーを、まあ、週1回あるいは月何回かですね、うん、まあ、商品はもちろん株式、不動産、うん、FX、あとテクニカルの講師を招いて、やっておりますので、まあ、ぜひ岩本さんも今月27日の水曜日ですね、はい、株の話をさせていただくと、はい、ことで、ね、ですからもしホーム、検索3ワードセミナーで検索していただきますと、はい、いろんな講師が出てきますので、まあ、ご利用いただければと思います。私の顔もなんか載っておりました、はい、載っておりました。恥ずかしいですけど東京だけじゃないんですよね。あ、はい、全国でやっております。そうですか。ですのでぜひホームページ検索してご覧いただきたいと思います。以上、トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。